四万十農産では、今主に水筒大豆、栗柚子を栽培しています。1年の大半は水筒の管理に時間を費やしてますけども、秋の間は栗の収穫、そして柚子の収穫があります。で、冬は冬でですね、水筒の補助作りから、栗柚子の剪定っていう作業がありまして、1年間通して作業が慌ただしくあります。うちの会社の理念の一つとして、もちろん利益を上げていくことが大切なんですけど、大切なのはこの影の地域を守っていくということを第一に、仕事をしておりまして、その関係で自然と地域の人たちと関わることも多くてですね、ここの農業がですね廃れないような環境と作物作りを心がけています。やっぱり農業なんで、どうしても体力が求められるところもあるんですけども、それと別に10年先の農業をどうやって楽しく、やっていくかっていうことを一緒に考えられるような人とですね来ていただきたいと思います。積極的にスマート農業の取り入れてですね、若い人たちが農業を楽しめるような、環境づくりに努めています。